確認しないですか？顔確認しますよ。惚れてるかなって。やっぱ乙女っすね。本当ですか？はい。どうも、プロダンです。月光仮面スライム。やっほー、乳首、いけしてる？と思ってんじゃないですか？こすんのやめない。リアルに立っちゃうんですね。ふいってこすんのやめない。開幕の年齢でかかったんで。ダブル乳首、やっほー、ダブル脇、やっほー。だから、ダブル脇、やっほーって意味わかんない。みんなあるから。ということで、題名通り。はい。天智武さんがめちゃめちゃ変わったということで、はい、あれ天智武さんどこ行った？天智武さんどこ行った？ちょっとあれやめてよ。あれいるじゃんここに。どうすか新しい顔は。あんまかわいい。かわいいっすね。本当ですか？はい。なんかめちゃくちゃ微妙その反応しますけど。いやでもリアルに、はい、なんだろう、動画より全然いいっす。え、本当に？リアルの方はそんな変わります？いや結構変わるの、ナチュラルで。へ、僕も動画よりリアルの方が4倍かっこいいって言われるんで。あんまり変わんないっすね。おい月光仮面スマイル全然変わんないっすね。噛んじゃった。なんかまとまんないっす。これで終わる。これでまでこのずっとこの2人でこれ通り、これでいや終わる。尺考えさせて。10分だもんね。はい。ということで今日は天智武さん休止中、何やってたんでしたっけ？まあ、いろいろやってましたよ。いろいろやってたんですか？いろいろやってましたよ、休止中。やっぱメインはあれですか？なんすか？セックスです。セックスじゃねえ。いや、でもね、女のオーラがすげえ前より一層出てる。そう。恋してるのか、それかなんか男できたなっていう。マジ？本当にそんなに？それがプンプンすんだよね。あ、マジでないっすよ。本当にないよ。女子力上がってんだよ。女子力上がってんだよ。もちろんそれは女子力上がりますよ、いろいろやってたんで。いやなんか女になった。そう、より本当ですか？で、女になったなと思ってちょっと近づくとすげえタバコ臭いから。ちょっと何それ。程よい距離感が大事。程よい距離感、近づきすぎる。あっ、お前のエンチムだ。うわ、エンチムだ。あれ、いい方いっぱいある。始めさせて。これで終わっちゃうから。これで終わっちゃうから。なんだこの動画。やべえぞこれ。はい、ということで筋トレしてたんですよね。まあそうですね、休止中。はい、活休中筋トレを。その女子力磨くためにみたいな。まあそうですね、なんかまあ体を絞りたくてダイエットっていう感じで、ジュンさんのねジムに通わせてもらってます。ああなるほどね。僕の元で。はいはい。じゃあ相当修行されて。いやもう運動も、もちろん筋トレとかもそうなんですけど、もう普通の有酸素運動とか、もうご飯とかも結構制限しましたね。ですよね。はい。じゃあバストサイズとヒップサイズも知ってるんで。マジですか？知らないし。僕だけはしだけハマられてる感じで。そうだよ。まあそうですね。何この動画。始めさせて。本題本題行こう。はい。ってことで、やっぱ女性は見てると思うんですよ。うん。女性 5% 見てるんで。あ、でも、美容チャンネルと。はい、そうです。立ち上げました。ああ、そうなんですか。はい。俺、僕のチャンネルなんで、見るの、女の子ばしかいないんで。どっちみちね。どっちみちね。うん。だから、そのね、女性どれぐらい筋トレすればいいのっていう。はい。天智武さん、今、リアルにそのスタイルいいとか、理想的な体だと思う。え、本当ですか？嬉しい、嬉しい。え、本当に？マジです。はい。ちょっと一枚脱いでいきましょう。やだー、脱がない。ということで、野球券をこれから。野球だから、始めさせて。始まんねえから。進んで3歩下がってるから、マジで。女性ってどれぐらい筋トレしていいか分かんないじゃないですか。まあまあ、そうですね。どれぐらい筋トレしたらつくのかな、みたいな。え、天智武さん分かってなかったと思うんですよ。はい。でも、結果にもコミットしてるんで。ありがとうございます。あれ、色も、なんとかザップ色じゃないですか、ちょっと。ビフォーの時からチャン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 最初から変わっちゃってるから。最初これでしょ、だって最初からこれだったわ。最初からいつアフターになったの。だから始めさせ、始めさせ。ごめんね。その参考にってところで、どれぐらいね、筋トレしたらいいのかっていうのを、天智武さん参考に、そしてどれぐらい天智武さん変わったのか、筋力、見ていくっていう動画で、なんかプレッシャーかかりますね。僕はちょっと、昨日寝てないんだよね、他力本願動画で、2人に、私も別に寝てないんだよ、どうすんの、モンハンでしょ、バレた。
って言わないよ。大丈夫か。二人に任せてね。たまにはサブに回って、はい、遠藤さんの力持ちでやっていこうかなと思います。めんどくさいだけでしょ。遠藤さんの力持ち。企画浮かばなかっただけでしょ。そう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 。結構仮面スライム。陣師匠、はい、これから何やるんですか。これはこれは、スミスマシンで、はい、スミスマシンと軌道がね、確保されてるマシンなんですけど、これで、胸トレしましょう。はい、はい、女性はなんか胸トレしなくていいみたいなイメージあると思うんですけど、うん、年取っておっぱい垂れるの嫌っすよ。いやだ、絶対嫌だ。常にロケットがいいっすよね。はい、ロケットがいい。ダブル乳首ロケットよ。やりたいだけ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 だだからわけわかんねえところだから、これ胸、それね、ちょっとね、筋肉つけた方が垂れないんで、はい、はい、ということでベンチプレッシャーでやってみましょう。はい、アゲチムでいきます。アゲチム、わかりました。タレチムじゃちょっとやばいですね。これは下ネタが落とした時に、乳首の上にバーが落ちるぐらいの位置にします。はい、なるほど。じゃあそこはテンチムさんの乳首ってことなんですね。そうですね。テンチムさんが分かりやすいコメントし、はい、これ初めてやる。僕は離れてる乳首なんで、やっぱ人それぞれ違うんで、乳首の位置が。テンチムさんの乳首の位置を確認したいと思います。やめてよ。いきます、せーの、はい、そう、ちょうどここに落ちる。そう、なるほどなるほど。肘は伸ばしきるときから抜けるんで、ここでいいです。で、胸グッと張ったもの、そう、胸のトレーニングで張ってます。なるほどなるほど。胸グッと上がったまま、そう、1、おおおおいいっすね。おっ、すっげー上がるんすね。3、4、はい、胸張ったまま、5、そうそうそう、6、いい子だ。そういうこと言うから。これは今、今の夜チームが出ましたね。夜チームが出来上がったじゃん。胸張ったまま、胸張ったまま、7、はい、8、はい、これで終了。よし、いきますよ。はい、胸張って、9、はい、ラスト、ラスト、胸張った、胸張ったまま、上げる。うわー、おー、いい声だ。夜チームが3回出ましたね。飛びますね。天守さん、初めてですか、これ。初めてです。ぶら下がるので精一杯かな、これ。いきます。ちょっと補助するんで、足ちょっと後ろにぶら下がって、そう、あー、そのまま上がる、せーの、はい、そう、おお、1、はい、2、もう3つ、せーの、3、3、せーの、はい、この体勢好き。この体勢、何これ、何この体勢、何この体勢。ねえ、ねえ、落ちとるのやめてそこで。これ落ちになっちゃう。え、何仏壇に何か大きいものあげたみたいな。お供え物するみたいな。1、お、2、すげえすげえ、3、4、あれあれ何やってんのマサラタウンのサトシじゃねえか。キャッチ行くぞ。マサラタウンのサトシになってる。なんだこの動画、わけやがない。メイキングでドロゲットなんだい。マサラタ、マサラタのサトシみたいな。浮かんでる。やばい。マサラタのサトシみたいな。